ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2023年9月22日、元二次産陣営幹部の岩永氏が、東京ゲームショウ2023の会場にいることをツイッターにて報告。来てる人はいるかと呼びかけたところ、元二次産地の真由澄海さんと、合流、なんかどこかで会ったことがある気がする人と会ったとコメントし、ツーショット写真を公開されました。このツイートが169万の表示ってみんなめっちゃ注目してるやん。元真由澄さん側も岩中おったとコメントし、別のツーショット写真を投稿。そのツイートに元3の赤杖マリンさんもいいねしているようです。元真由澄さんの名前は一応隠しておきますが、写真を見たいって人は概要欄のリンクから見に行ってみてください。ええ話やな。岩中氏のツイートには元軍道さんも反応し、自分とはいつ会ってくれるのかとリプライ。岩中氏はこれシリーズ化すると返答されました。実際見てみたいね、他の人との写真もね。以上、バーチャルニュースでした。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また次の動画も見てくださいね。